1895年頃のマーラー・テオーベルト・マーラーはドイツ及びオーストリアの写真家、探検家。メキシコとグアテマラを旅行し、古代マヤ文明の約100の遺跡を訪問して多数の写真を撮影した。遺跡の多くはその後に荒廃したため、マーラーの写真は現在も重要である。マーラーはローマで生まれた。父のフリードリヒはバチカンにおける。 バーデン大公国の代表としてローマに滞在していた。カールスルーエポリテクニークで建築と工学を学んだ。あと、20歳の時にウィーンで建築のための製図の職を見つけ、オーストリアの市民権を得た。パリとロンドンを訪問した後、1864年にメキシコ皇帝として赴任するマクシミリアン大公を支援するためのオーストリア軍に参加してメキシコへ行き、 帝政崩壊までの3年間で階級はタイに上った。その後も帰国せず11年間にわたってメキシコに滞在した。1874年から写真の撮影を始め1875年にはテワンテペックの発掘を行った。また、マヤの遺跡であるパレンケの探検も行った。1875年に父が死亡した後、 その財産をプロイセン政府が差し押さえたため、問題を解決するために1878年にヨーロッパに戻った。解決には5年の年月を必要とした。この間にトルコやコーカサスに旅行している。パリの社交会でマーラーは写真家として知られるようになった。1885年に再びメキシコに渡った。ユカタン州のティクルに定め、10年間にわたって、 ユカタン半島各地の遺跡を調査し、写真を撮影した。1895年には、ティカルを調査し、そこからパシオン川とウスマシンタ川を下って、モテルデサンホセ、セーバル、ピエドラスネグラスなどの写真を撮影した。1898年に、アメリカ合衆国のピーボディ考古学、民族学博物館の依頼を受け、3回の探検を行ったが、同様に、 ピーボディのために、チチェン・イッツァの調査を行っていた、E.H. トンプソンの敵意にあったため、1905年に調査を中断した。このために、ティカルの報告は、不完全なものになっている。晩年は貧窮に会えぎ、自分の撮影した写真を売ることで、生活の足しにした。1917年、ユカシューとのメリダで没死した。 1870年代のテワンテペックとパレンケの発掘についてはフランスの雑誌ラネーチャーの1879年版に簡単な報告が載せられている。ユカタン調査は1879年から1902年にかけてドイツの地理学雑誌グロボスに発表された。ピーボディ博物館の依頼で行った調査の報告は英訳され、 博物館のモノグラフとして出版された。マーラーの生前に出版されなかった写真やスケッチ、調査データなどは長い間忘れ去られていたが、1971年と1997年に出版された。ありがとうございます。